はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回はライジントリガー3金太郎 VS 倉本和真勝敗予想試合見どころについてです。ライジントリガー3が4月16日、ライジントリガー35が4月17日、2日連続開催されることが決まりました。今回はトリガー3のイオンモールに群がるマイルドヤンキーのスター金太郎選手と、奥様は金メダリストの倉本和真戦について話していきます。金太郎選手は28歳、167センチ、61キロ、14勝11敗、9の KO があるストライカーです。サウスポーのストライカーで、前足のハイキックなどで KO を取るファイターとなっています。そして強みはフィジカルの強さがあります。しかしここ5戦で2勝3敗、井上尚弥選手、本谷勇樹選手、先日のティックトッカー滝沢健太に負けています。いわゆる少しトップどころになっていくと勝てない選手です。そして倉本和真選手は35歳、163センチ、61キロ、レスリングエリートで、奥様の遠坂絵里選手は金メダリストです。9勝2敗で2敗しているのですが、1敗がシュート王者岡田亮選手に KO 負け、もう1敗がアラン・ヒロ・ヤマニマ選手に判定負けしています。強みはフィジカル、そしてボクシングレスリング、特にレスリング力です。かなり瞬発力のある攻撃で1ラウンド前半から攻めていくのが戦略として、加藤健二選手にボコボコにしました。ここでポイントとなるのが、まず金太郎選手の強みであるフィジカルが使えないことです。レスリングエリートの163センチの倉本和真選手は到底フィジカルでは勝てません。となるとストライキングで勝つしかないです。もう一個ポイントとなるのが、今回トリガーはケージで行われます。これは佐々木織香選手がクレベル戦で言ってたのですが、ライジンのトリガーのケージは実は狭い上に溝の部分に何か埋め込まれているそうで、立つのは難しいそうです。ですのでグラップラー向きだと言ってました。倉本和真選手が被弾覚悟でガードを上げ、おそらく金太郎選手にプレッシャーをかけ、すぐに組みつき、そこからテイクダウンすることは何度もあるでしょう。そこから金太郎選手がいかに立てるか、そして倉本和真選手のパウンドをいかに受けないかがキーとなってきます。岡田亮選手が倉本和真選手に取った戦略は、1ラウンド来るのが分かっているので、わざと攻めさせ、いわゆるバックで足を組まれるのような危機的な状況以外はわざと攻めさせて、寝技で体力を使わせて、そして体力が落ちたところに倉本選手が雑に打撃をきたところにカウンターを合わせて倒しました。逆にアナヒロ・ヤマリハ戦はキックボクシングでプレッシャーをかけ、打撃で上回りました。おそらく寝技を警戒して、タックルからの寝技やパウンドを怖がったのでしょう。今回金太郎選手は今まで組み技や寝技を自分のフィジカルで補ってきたのですが、フィジカルで負けてしまいます。しかも立ちにくいケージであり、狭いケージなので、必ず組み技寝技の展開になるでしょう。そこで倉本選手に体力を使わすようなスキルは金太郎選手にはないです。なぜならストライカーだからです。ということは今回金太郎選手はかなり厳しい戦いになるでしょう。しかしここで負けてしまえば2勝4敗となり、もうただの実力の低い山本性欲長いからアーセン扱いになってしまいます。ここは踏ん張って倉本選手のタックルやスクラムの際でちゃんとスタンドに戻し、得意の前足のハイキックで KO を取るのが望ましいのではないでしょうか。僕の勝敗予想としては、フィジカル、レスリング力、そしてケージとの相性で倉本和真選手の判定勝ちだと思います。これで奥様は金メダリスト、遠坂絵里さんも喜ぶのではないでしょうか。そして全国のイオンモールに群がるマイルドヤンキーたちはびっくりドンキーでハンバーグを食べながら泣くことでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。